はい、どうもオラスです、今日はですねこちらのゲーミングノート PC についてお話ししていきたいと思います。先日ですね自分あの予算別のゲーミングノート PC、おすすめの機種をいくつかねご紹介させてもらってまして、そこでね最後にご紹介したモデル、自分がね使っているモデルではあるんですけど、 ASUS さんの ROG、ゼビロス G14GA402RK というですねモデルのゲーミングノート PC についてご紹介しようと思います。先日の動画でもねやっぱりこの G14 ってどうですかっていう質問結構多かったんで、これのね詳細レビューの方でちょっとしていきたいなと思っております。自分はねこれ購入してからもう半年以上経ってるんでね、長期レビューっていうことでいいところもあれば、悪いところというかちょっと気になった部分もねいくつかあるので、そこをねまとめてご紹介しようかなと思っております。最初なんですけど、基本スペックですね、概要のところだけご説明すると、まずねこちらの、モデルがですね CPU が AMD Ryzen 7の 6800H S っていうですね、CPU が積まれております。8コア16スレッドなので、ねノート PC の中ではハイスペックなね CPU になってるんじゃないかなと思っております。で GPU、グラフィックボードが同じく AMD の Radeon RX6800S というですねグラフィックボードが、ビデオチップがですね積まれておりまして、これがですね RTX に換算するとだいたい 3070Ti から、3080ぐらいのねスペックを持っている GPU になっていて、かなりね高性能な GPU が入っていると思っていただければと思います。今回のモデルはですね CPU も GPU も AMD のチップがね積まれております。でこれによってのね実はメリットっていうのがありまして、 AMD のスマートシフトマックスっていう機能が使えるようになってます。 CPU と GPU が相互に通信して必要な時に必要な場所に電力をちゃんとね配分してくれるっていう機能になっています。なので同じねメーカーの CPU と GPU なんで、そこの連携がね強化されているっていうところがメリットとしてあります。また同じくですね AMD スマートアクセスメモリっていう機能もあって、 CPU がこの GPU の中にあるメモリね 100% 機能をね使うことができるっていうような、そういうね連携がねできるようになっております。これはねかなりねメリットなんじゃないかなと思います。であとはね基本情報としては、画面サイズはね14インチになってます。約 1.7 キロなので2キロをね下回ってるんで、実際自分もねこれリュックとかに入れてね持ち運んだりとかしてて、全然ね持ち運びできる重量かなと思っております。でこのモニターなんですけど、解像度がね WQXGA ということで 2560×1600 っていうね解像度になってまして、実質 2K 画質ですね。なので他のフル HD の15インチのモニターよりもね全然こっちの方が解像度が高くて作業領域が広いんですよね。これねかなり重宝してます。かつ通常ね画面のアスペクト比って16対9になってることが多いんですけど、このモデルはね16対10になっているので、若干ね縦の幅がね広くなってます。なのでこういうオフィス系のねソフトとかの作業領域が広くなって、かなりね作業しやすくなるんじゃないかなと思います。リフレッシュレートが 120Hz になっています。ちょっとゲームするぐらいだったら 120Hz あればですね、正直十分だと思っております。で、モニターのところはこんな感じでして、あとはね、メモリの容量としては 32GB 入っております。で、しかも規格がね、DDR5、最新のね、規格になっておりまして、速度も速いです。他のね、この価格帯のモデルでね、メモリが 32GB あるの結構珍しくって、16GB ぐらいがね、だいたいスタンダードなんですよ。なんですけど、やっぱ動画編集とかするってなると、このメモリのギガ数って16ギガだとちょっとだけ足りないかなと思っております。がっつりやっぱ編集するなら32ギガ以上ね、ある方がね、やっぱり快適に作業できると思うので、ここね、メモリが32ギガあるっていうのはなかなかポイントになるんじゃないかなと思います。で、ストレージに関しては SSD、M.2 SSD の 1TB 入っております。ちょっとね、増設はできないんで、もう 1TB になっちゃう、1TB でね、運用していくしかなくなっちゃうんですけど、そこはね、外付けの SSD とかでデータとかをね、管理していければ問題ないかなと思います。
で、OS が Windows 11、11のですね、Home 64bit。Office とかは特についてないですね。あと、無線 LAN。ちゃんとね、Wi-Fi のところも Wi-Fi 6に対応していて、高速のね、かつ安定な通信もね、できるというものになっております。で、カラーはね、今回、Eclipse Gray というですね、カラーになっておりまして、表面もね、結構金属の光沢感があって、かなり高級感があるね、デザインになっております。側面に関しては、インターフェースがですね、USB Type A の 3.0 のやつがですね、各地のポートがあるのと、ここにね、USB Type C のね、ポートが1個あります。マイクロ SD のね、スロットもちゃんとついております。で、反対側が、ではね、電源の AC アダプターをつなげる部分があって、その隣に HDMI ポート。で、その隣に PD 充電に対応している USB Type-C のね、ポートがあって、あとイヤホンジャックがね、しっかりとついております。こんな感じですね。あとはもうこの辺とかはね、熱処理するための排熱機構がついていて、排熱するために処理がされているという感じになっています。ビルドクオリティがすごく良くて、この辺のね、キーボードの押し心地とかっていうのも、全然ね、静かなのにしっかりとクリックした感じがあって押しやすいですし、あとこのねトラックパッドがねかなり広いんですよね。ここでのね操作かなりね快適です。マウス使ってなくてもこれがあればね大抵の作業ができちゃうかなと思いますね。であとねちゃんとモニターをね開くとちょっとね本体が浮き上がるような仕組みになっていて、排熱する工夫がされているという感じになっております。であと地味にね嬉しいのがこのインカメラですね。このカメラがですね、顔認証も対応しているものになっていて、いちいちね、ロックされてパスワードを打たなくても、顔認証で OS ね、立ち上がるので、この辺もかなり便利なんじゃないかなと思います。でね、このモデルのね、やっぱりメリットというか、買ってよかったところをね、ご紹介させてもらうんですけど、まずね、一つ目が軽い。これに関してはもう14インチっていうモデルだから実現できているこの薄さ軽さなんですけど、ノート PC のメリットって持ち運べることだと思うんですよ。で15インチだと持ち運び結構ギリギリなんですよ。もうちょっと大変だなってなるぐらいではあるので、それよりも一回り小さい14インチってかなりね持ち運びするときには便利だなと思いました。実際自分も前回 15.6 インチ使ってたんですけど、やっぱ持ち運び若干大変だなって思う部分もあったんで、これは14インチになってね、これはかなりメリットになったかなと思います。2つ目がですね、充電関連ですね。ゲーミングノート PC って消費電力やっぱすごいんですよ。なので付属している充電のねアダプター、こんなでかいんですよね。これだけで重量結構あって、もういくらね本体が軽くて、2キロ以内ですよってなったとしても、こっちでね、もう1キロぐらいあったりするんで、なので、これもね、一緒に持ってくってなったら、ちょっと持ってく気失せますよね。なんですけど、今回のモデルが PD 充電にね、対応しているんで、USB Type-C でのね、こっち側だ。USB Type-C での充電ができるようになっております。なので、こういったモバイル用のね、充電器あるじゃないですか。これの 100W に対応しているものを持っていけば、これと、あと USB Type-C のね、ケーブルと、これだけでね、持っていけるんですよ。これ革命じゃない？この PC 買ってよかった最大の理由はこれですね。この組み合わせでもう持ち運びができるっていうことですね。モバイルの充電器に関しては、やっぱね、100W 対応のものを購入してもらった方がいいと思います。自分 40W のやつと、あと 65W のやつも試したんですけど、40W だともう全然ダメで、消費電力の方が上なのか、もう全然充電減っていく感じだったんですけど、で、あと 65W もちょっと心もとないなという感じで、ちょっと高くなるんですけど、100W 対応のね、ものを購入してもらった方がいいかなと思います。で、注意事項としては合わせてね、このケーブル、PD 充電に対応している USB Type-C のケーブルもちゃんと 100W に対応しているケーブルを使う必要があるので、そこだけ気をつけてください。で、性能面もね、かなりやっぱいいですよ。AMD のかなりいい CPU と GPU が乗っているので、スペック面で困ることっていうのはあんまりないかなと思いますね。ちょっと重ためのゲームでも、低画質の設定であれば全然余裕で動けますし、ちょっと設定ウルトラみたいな感じでやっちゃうと若干きついかなとは思うんですけど、
まあでも低画質設定とかであれば余裕でねプレイすることはできるかなと思っております。はい、こんな感じです。で、今までねちょっとメリットの方をご説明したんですけど、気になった点もねちょっと出てきてはいるのでご紹介しようかなと思います。大きく言うとですね3つかな、うん、3つで、1つ目がねまずこの基本機能の話なんですけど、本体の上面このね部分につぶつぶがあるの見えるかな、これ実は LED ディスプレイになってまして、アニメーションだったりとか時計を表示させたりとかロゴとか、あとは自分で作った自風アニメをここに表示させたりとかできるアニメマトリックスっていうね機能があるんですよ。これねいらない個人的にはもう速攻で設定オフにしました。これにいらないっすわ。結構ねチカチカするし、ちょっと外持ち出してこれねここピカピカ光ってたらちょっと恥ずかしいなというところもあって、かっこいい仕組みではあるんですけど、個人的には全然使わない機能だなというふうに思っております。まあこれは好みによると思うんでね、あんまりデメリットというデメリットでもないですけど、はい。で、気になったところ2つ目がですね、ソフトのところですね。 AMD のソフトになるんですよ。なので RTX で用意されているようなブロードキャストのね専用ソフトみたいなものがちょっと使えなかったりするんですよね。まあ、その代わりもちろんね AMD 側で用意されているそういった配信専用のソフト、録画機能だったりとかノイズキャンセリングみたいなね、そういったような機能が使えるので、まあそっちはそっちでね問題ないんですけど、ここだけね自分ライブ 2D クリエイターでやってまして、 VTube Studio っていうソフトにその RTX でしか使えないカメラの機能っていうのがあるんですよ。それがちょっと使えないのが一つね、気になった点というか残念だったなという点ではあります。まあでもこれはねほとんどの人は当てはまらないと思うから、これもねあんま気にしなくていいと思います。あとねソフト面でねもう一つ気になるところがあるんですけど、こいつ初期設定だと立ち上げた時に起動音がするシャキーンっていう音、これがねすげえびっくりするんですよ起動するたんびに。で設定で消せるんですけど、なんかBIOS のねアップデートのたびにこの起動音をオフにする設定がなぜかオンに元に戻っちゃってて、起動するたんびにねシャキンって音がするんで、これだけね本当にびっくりするんでやめてほしいですね。まあデメリットでもないですけど。で3つ目、これは3つ目はですねもう全員の人に当てはまると思うんでご紹介しておくんですけど、排熱の問題ですね。かなりねやっぱちっちゃい筐体にハイスペックのね CPU、GPU を積んでるんで、かなりね熱は落ちます。排熱処理はねかなりね計算されていて、ファンもしっかりと機能しますし、あとグリスとかもね金属グリスとか使われてて、熱に関してはかなり対策されてはいるんですけど、それでもやっぱりね重ための作業とかゲームをしてる時にはかなりね熱を持ちます。軽い作業とか普通のネットのブラウジングとかであれば全然気にならないんですけど、やっぱりがっつりした編集だったりとかゲームとかを長時間やってるとかなり熱は持ちます。この辺の背面のところからねすごい熱気がね、はい、出てくるんで、ちょっとね熱いなと思いますね。ちょっとがっつり用途でこれをメインで使っていくっていう方であれば、ちょっとそこの排熱のね部分に関してはこういうねノート PC 専用の例えばスタンドみたいなものを使って排熱しやすいようにねするとか、そういう工夫がねあるといいのかなと思います。ファンの音とかもね結構やっぱりうるさいです。はい、そこはもう先に言っときます。結構な音が出ます。まあそれもただ負荷がかなりかかってる時に、排熱頑張ってる時にねファンの音がバーッと出てくる感じではあるので、まあ、通常利用してる時にはそんな気にならないかなと思います。この価格帯、20万円で買える価格帯で、この筐体で、かつこのスペックっていう、このバランスが取れてるモデルってなかなかないと思うので、かなりね、おすすめできるんじゃないかなと思います。G14 シリーズはですね、この Ryzen 7と Radeon 6800S 以外にもですね、いろんな構成のモデルが出ているので、それもね、それでね、かなりおすすめなんじゃないかなと思います。
やっぱこのね形14インチのモデルっていうのは結構使い勝手いいと思うので、そちらを候補にしていただくのも全然いいと思います。とまあこんな感じでですね、長期レビューというところでいいところ悪いところをそれぞれご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。まあゲーミングノート PC ね、メリットもあれば、どうしてもやっぱりこの小さなボディに詰め込んでるっていう点で気になる部分は出てきてしまうとは思うんですけれども、ただそれよりもね、そのデメリット気にならないぐらいのメリットがやっぱりあると思うので、これね本当に自分としては買ってよかったなと思っております。まあ自分はこんな感じですね、まあ、いいなと思ったガジェット適材等々をねご紹介しているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。